84年目。いよいよ本格的に桜のシーズンになりましたね。このイベントはこの月の収入がえげつないです。あ、佐久間と楊貴妃の所持金が危険水域に達しましたね。鉄道を買われないように気をつけないと。あ、義経さん、どうもどうも。この人自身の効果も結構優秀だけど、何より弁慶の仁王立ちが発動するようになるのが大きいですね。あ、ちなみに今回は農産休ね。まだ関西でやらなければいけないことが残ってるので。よし、入れるね。多少無理をしてでもこのカードは手に入れておきたいです。スペシャルカードを売ってバチ当たりカードを購入します。あとは今月誰もゴールしないことを祈りましょう。佐久間、よし。というかこの距離ならゴールされてもリニアでなすれそうだね。そして今うんち突入売ってたよね。カード破壊する手間が省けました。あ、楊貴妃スペシャル持ってたんだね。把握してませんでした。長いく結構近いね。えんま、鈍行なのか。鼻から目的地を諦めてますね、これは。長かった桜イベントも今月で最後。ほんと、物件さえあればだいぶ美味しいイベントなんだけどね。さて、無理をした結果後ろになんかくっついてますが。佐久間までは残り30マス。いけ、リニア収入カード。よし。なかなかいい出目が出ましたね。最短で進んでナイスカードを引いておきます。泊まれる売り場に特に欲しいカードも売ってなかったからね。お、まあまあ。周遊ならかなり美味しかったんだけどね。探偵会社もタイミングがあれば奪っておきたいなぁ。あ、源内さん。ちょ、なんてカード持ってきてんだ。ここはやっぱり早めに崩しておかないとダメですね。ていうか佐久間、絶好調使わないのか。なんで今使わなかったんだろう。すげえ。まさかあの位置から新幹線で仕留めるとは。まあ朝北海道か。金庫から少し離れた位置に来てくれるとありがたいんだけど。とりあえず今月は佐久間から絶好調カードを刀狩りしておきます。なんだかんだ佐久間の絶好調は厄介ですからね。佐久間は鈍行か。
のんびりですね。あれ？まっすぐ進まないんですね。もしかしてゴールしたのかな？いや、ゴールしてないぞこれ。なんでわざわざこっちまでなすりに来たんだ？え、スペシャルズ売っちゃうのか。まあ、急行系がロイヤル EX1 枚しかなかったし欲しかったんだろうね。さて、誰かに取られたりしても面倒だし、とりあえず絶好調になっておきましょうか。絶好調になって損することもないですからね。それより問題はこの佐久間の位置よ。貧乏神、邪魔すぎる。とりあえず一回物件飛びの候補を見てみます。正直候補としては微妙ですね。いろいろ悩んだ結果、今月はとりあえず罰当たりを使っておくことにしました。罰当たりの効果時間は7ヶ月以上あるので、今使っても時間的には問題ないです。金庫の位置からやや近いのが気がかりですが、ギリギリで獲得すればかすめ取られることはないはず。今地味に正宗さんがかなりいい仕事してましたね。仙台も余裕があれば崩しに行きたいです。あれ、なすりに行かないのか。致命傷にならなければいいけど。ああ、それは甘いよ貧乏神。ここは瓦割りをする流れでしょう。しかも3って、あ、ガン逃げした。あんまりそっちには行かないでほしいんだけど。お、弁慶さん。それはあんまりいらないかな。絶好調中だけど選択肢を増やす意味でリニア振ります。ちょっともったいないような気もするけど。ちょ、とんでもないでめでた。これなら割とマジでどこにでも行けそう。裏側に入れるのでカード補充しておきます。高速球、乗っ取り放題、強奪飛び周遊となかなか凶悪なラインナップですね。その分入るのがかなり難しいです。まずはいらないカードを打ってカード枠を開けます。使用済みの乗っ取り放題は新しいものと入れ替えちゃいましょう。あとはカード枠いっぱいに乗っ取り放題を買い込みます。このカードは何枚持ってても損しないですからね。あ、信玄さん、佐久間さんかなのか。ここは早めに崩しておかないとまずいですね。え、病気のナメプがやばい。さすがに貧乏神抱えた状態でそれは。まあ、そうなりますよね。まだこの程度で済んだと言えるレベルです。っていうか、目的地が封鎖されてるとコンピューターは急行系温存するのかな？さっきから全然使ってませんね。お、ぴったり金庫に泊まれますね。北海道でブラブラしてても特にやることないし、早めに確保しておきましょうか。Bye.
通行系使ってこないね。少なくとも容器は使った方がいいと思うんだけど。貧乏神、デレデレだな。さっきから行動がぬるいです。お、なんか来た。ラグビー場のワールドカップイベントですね。よし、スクラム成功。ところでスクラムって何？ラグビーは全然知識ないんでよくわからないです。成功しました。やったぜ。世界一になった割には収入が少ないですね。だいたい目的地1回分くらいか。さて、それじゃあ紛れがないように少し離れた場所に移動しましょうか。金庫が開く直前に誰かとすれ違ったりしたら大変ですからね。模擬が丸空きだったので今月はここにします。ビワゼリーヤは臨時収入もあって短期決戦だとかなり優秀ですね。あ、やばい、売り場入られた。強奪と美周遊はあんまり持たれてるとちょっと厄介ですね。あ、ついに来た。そりゃこんな長期間貧乏髪をつけてたら変身もしますわね。は？いやまあ、こっちの都合的にはミニの方がありがたいけど、さすがにこのタイミングでミニはちょっと。ねえ？第一目標の長崎には入れず。残念。お、博多入れるね。今月はここにしましょうか。ちょ、おとなしく乗っ取られなさい。よし、これで独占10カ所目ですね。よしよし、こっちに来なくてよかった。勘兵衛さん、加勢よろしくお願いします。歴史ヒーローも少しずつ集まってきましたね。お、長崎行けるね。よしよし。よし、乗っ取り放題もそろそろ残しつつ使った方がいいかな。あ、強奪と美周遊ダビングされた。さすがに3枚も必要ないと思うんだけど。ていうか今の手持ちでロイヤル EX 捨てるのはまずくない？
お、いいね。早速働いてくれました。しかも2件。あ、吉船さん、それのおサンキューね。龍馬さん、どうもどうも。これからよろしくお願いします。お、彦姉いいね。今月もサイコロ5個で九州をブラブラ。そろそろこの辺りも優先的に独占したい駅は減ってきました。今月は中津を崩しておきます。金庫が開いた後に真っ平らにされたら困りますからね。あ、またダビングしてる。いや、捨てるんかい。だったらリニア周遊でもダビングしておけばいいのに。あ、元に戻ったね。あ、殿様うんち消えた。ちょうどいいタイミングだね。はい。手に入る金額に対してイベントがあっさりすぎる。あ、はいはい、寒冷前線ね。無駄にイベントが長いので倍速。独占してれば目的地 1.5 回分くらいもらえるし、臨時収入としてはそこそこ美味しいですね。あ、絶好調終わった。まあ、リニア収入の温存くらいにはなったかな。お、吉爪さん、これはナイスタイミングよ。目的地にしろ買い物にしろ、東北に飛んだ方が良さそうかな。別にどこに飛んでもいいんだけど、今回は青森にしましょうか。あ、福沢さん。残念だけど、今後あなたが役に立つ場面はないのでお帰りください。加勢してもらっても損にしかなりませんからね。お、函館に入れるね。第一候補。他にいい駅がなかったので函館に行きます。ここを早めの段階で抑えられるのはいいね。やっぱり目的地が封鎖されてる間は急行系を温存する思考なのかな。まあ、届いてないんだけどね。文太さん、一体いくら借金する気なんだ。借金総額が5000億円を突破しましたね。この借金ってお役御免や独占崩壊で離脱しても支払う必要がないんだけど、これってやっぱり文太さんの方に請求がいってるのかな。いや、誰もゴールしないんかい。状況がちょっとめんどくさいことになってきたね。うわ、えぐいやつ持ってきた。龍馬さん、恐るべし。あ、土方さん、どもども。加勢よろしくお願いします。ちょ、あなたたちトイレ工場好きすぎじゃない。あ、独占した。いきなりいい仕事しましたね。病気が邪魔すぎる。厄介な場所に陣取られましたね。目的地には入れず。なんかいい感じの駅あるかな。あ、ここいいね。リニア周遊もだいぶ使い込んでるし、一旦リセットしておきましょうか。ちょうど寿命でしたね。まあ乗っ取り放題は初期化できるし。
で誰か合流してくれ。これはグダグダの予感だ。収益は佐久間がさらに下落。まあ、あれだけ乗っ取られてたらそらそうなりますわな。創始さんは一気に3人をぶち抜いてトップに。金庫イベント、恐ろしすぎる。といったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。